じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、ホットな話題、はい、MVP と新人王が発表されました。まあ予想通りっちゃ予想通りだけど、どっちも予想通りでした。ちょっと物申したいっちゃ物申したいところが、あ、ちょっとそこら辺も聞いていきたいですが、じゃあでも物申したいところはちょっと主観も入ってるという、いろいろね、あ、それもね、だって主観入らないと面白くないでしょまあそうですけど、そうでしょ、別に坂本選手は取ってないですよね。坂本は取ってない今年はね、今年はね、じゃあまず新人王からいきますか、はい、新人王、はい、セリーグが、はい、広島の森下投手、そして、パリーグは西武ライオンズの平良投手、両リーグも投手でしたね。そうだな、森下、はい、文句なし。いやもう本当素晴らしいですよ。だって新人で10勝3敗ですよ。で防御率 1.91、まずね、はい、ホームランは打たれない、はあ、で、はい、外国人に強い、特徴的に、はい、で、修正能力が高い。それ豊さん、うん、森下投手を開幕前にこの投手修正能力が長けてたら、うん、行くよって言ってたんですよ、うん、まさに。いや、これはね、はい、見事だったのが、うん、立ち上がりがやっぱちょっと苦手だったんだよね、はい、でも、一回失敗したことを二度としないね、うん、すごいですね。すごい、やっぱ賢いんだと思う、うんうん、それと、まあ、チェンジアップもさながらチェンジアップもいいんだけど、はい、縦割れのカーブがいいわ。で今のバッティングスタイルって、はい、そのまあまあ言えばフライボール革命とか言うんで、うん、少し煽り打ちなんだよね、はい、それにやっぱこの縦割れのカーブって接点が少ないわけよ、はい、交わるところが、あ、だから打つときだからいいんだよ、うん、だからメジャーでもそうだけど、はい、縦割れのカーブを持ってるピッチャーっていうのは非常に有効なんだよ、はい、だから時代に沿ったピッチャーなんだよね。あ、まさに時代に沿ったピッチャーで新人が出てきたっていうことなんですか。そうそう、だから外国人が特に苦手にしてるこの縦割れのカーブ、はい、それを持ってるっていうのが外国人に強いっていうことも言えるし、はい、やっぱチェンジアップもいいしね、はい、でコントロールがいいし、はい、でも抜群だよね。そうですね、うん、で途中まではあ森下投手か戸郷投手どっちかななんて言ってましたけれども、もう途中からもう抜き去っていきましたね。森下投手1シーズン働いてないのにな。で最後も投げさせておけば防御率が取れたかもわからないんだけど、そうなんですよね、まあ、来年のことを考えてというね、はい、10勝3敗そして防御率 1.91、あ、すごいですね。で、うち完投2つもしてますし、完封1つしてますし、完投できる試合ももう1試合ぐらいあったんだけど、はい、もう途中で点差もあれだし、うん、まあ、次の登板にも差し支えたりかんということで、はい、変えたりとかしたけどね、はい、うん、でもこのピッチャーがもう1つスタミナを得たら抜群のピッチャーになってくる。じゃあ例えば豊さんの、まあ、これ、うん、森下投手の課題というか、さらにステップアップするためにはそのスタミナっていう点ですかね、うん、あとは余計なことしない。余計なことというのは、まあ変にさ、うん、まあ鍛えるのはいいんだよ、はい、鍛えるのはいいんだけど変に一つ球種を覚えようとかさ、 あまりしない方がいい。欲が出てきて、だから桑田が言ってた、はい、これでダメだと思った瞬間に一つのボールを覚えればいい、うん、でこれでもまだダメだと思えばもう一つ工夫して一つの球種を覚えればいい、はい、だから桑田が入った時っていうのはまっすぐとカーブしかなかったからね。2種類だけだったんですか、うん、でこれじゃ行き詰まってきたというんでスライダーを覚える、はい、まあ、チェンジアップみたいなのも覚えるみたいな、うん、こう段階があるんだよ、はい、だからいっぺんに手にしないっていうことの方がいいと思う。じゃあ今のままで、今のままでっていうことですね、うん、はい、もう文句なしらね、文句なし新庄でしたね、はい、そして、パリーグが平良投手です。今シーズン54試合に登板して、うん、33ホールドということで、うん、防御率 1.87 です。これがすごいよ、すごいですね。やっぱ速いわ、球が速い、あ、力がある、やっぱ体型というか体格からズドンっていう風な重みがありますね。俺多分相撲取りでもいけたと思う。いや、まあ、100キロだからいけるか。いやだけどさ、西武のスカウトってこうでかいの取ってくるね。そうですね、森友哉選手もそうですし、うん、おかわり君もそうですし、いや今度のルーキードラフト1位も120キロあるのよ。なんでしょうか、
なんか相撲部屋に帰るのかなっていうぐらいの感じはするんだけどさ、はい、いや体ってなんかしっかりしてるよね。なんかね、うん、どっしっと構えて。で柳田が言ってたんだけどさ、はい、やっぱり一番苦手なピッチャー、うん、これは打てないと思うピッチャーは平良だって言ってたのね。あの柳田選手がですか？いや言ってた。だからその一言もすごく大きなルーキーとして、ね、まあルーキーとしてっていうか、はい、あの新人王に選ばれる要素だったかもわからないよね、うん、そうですね。でも小深田惜しかったね。ね、とあの小深田選手かななんていうふうにね、うん、話も途中もで小深田の顔がさルーキーに見えないんだよね、はい、いや森下みたいに可愛げりゃさルーキーに見えるんだけど、めっちゃ偏見じゃないですか。なんかおっさんに見えちゃうわけ。あ、ベテランになんか酸いも甘いも知ってるみたいな。知ってます僕みたいな。そうでも新人なんですよね。まあ新人だよな新人ですよ。そんなことだったか、平良投手も新人っぽい顔ですか。じゃあいや違うなちょっと違うんですけど、まあ、でも沖縄県初ということで、ね、そうなんですよ新人はね、まあ、沖縄県の人は喜んでるよね。そうですね、はいはい、さあそして MVP ですけれども、うん、はい、セリーグは、ジャイアンツの菅野投手、うん、そして、パリーグは、ソフトバンクの柳田選手ということで、柳田って言っとかなきゃな。そうです、柳田ではありません。そう、柳田ですよ。そうです。じゃあどっちから、まあ、菅野は、はい、まあ言えばさ、この MVP っていうのは、うん、まあ、優勝チームから出やすいよね。言いますもんね。逆に中日が優勝してたら、うん、やっぱ大野になってたと思う。だからそこが沢村賞と MVP のなんか違うんだよね。違いあるんでしょうかね。ただ菅野に対しては文句はないよ。いやもちろん、はい、だから開幕は13連勝だっけ。そうです、負けなしの、はい、負けなしの、うん、まあ野手のおかげもあるけどね、はい、数試合、うん、あるけど、でもこの安定感っていうのは最高だったね、抜群だったね。いやそうですよ。で、うん、巨人の、ね、独走をやっぱり一つの要因としては菅野投手のやっぱり負けないんだもん、エースが。そうなんですよ、うん、だから、うん、それはやっぱ大したもんだよね、うん、なんか菅野投手がちょっと沢村賞を取れなかったのにはちょっと意義ありですみたいなのも、ね、うん、話したみたいなんですけれども、まあ、そうだね、うん、だからまあ大野のインパクトがすごいんだよね、まあ、数字見れば、はい、まあ、完投数とかそういうのは全然違って、はい、でもその選考対象に項目にさ完投っていうのもあるんだよね、はい、だからそこがやっぱ大野の方が上回ってたという、完全に、うんうんうん、だからまあそこら辺の差だったと思うんだけど、はい、でもこの MVP を取ったのが菅野投手ってことに関してファンの皆さんたちはどういう声を上げてるんですかね。いや、まあ納得じゃないの。納得、そこに納得なんですかね、うん、まあ大野の声も聞こえるだろうけども、はい、やっぱりこう数字とか、はい、勝ち星だとか、うん、まあ、チームの状況とか、うん、いろいろ考えたらやっぱ菅野に対しての文句はないと思うし、はい、まあ、大野に対しての若干の未練はあるかもわからないよね。かもですね、うん、来シーズンはね、海に渡って行っちゃうかもしれないのでね。まあ、そうだな。向こうでの活躍をちょっとまた期待したいですけれども、はい、さあ、そしてパ・リーグは柳田選手です。柳田、はい、もう抜群、はい、もう、もう、いやもうね、開幕時はさ、中村はいない、両外国人いない、はい、もう一人で支えてたんだよ。で栗原が出てきたけど、はい、だけどもうマークとすればさ、もう柳田だけ、はい、をマークしてる、うん、その中でやっぱ選手点に絡む率っていうのがさ、はい、7、8割あってさ、うん、まあ、柳田が出て打つとか、はい、打って返すとか、うん、そういうことで点に絡むことがすごく多かったよね。だから月間のその得点も8月ぐらいかな、うん、はい、に塗り替えたでしょ。新記録かな、柳田選手、うん、新記録か大記録かなんかで、はい、あの月間30何得点、はい、押してきたんだけど、うん、まあ文句はないよ。で3部門でタイトル争いに顔出してきてるし、これはもうノー文句だよね。そうです、ノー文句だけど一言言わせてくれって。ここですか、豊さん。ここなんだよ、モノモース。え、で菅野投手のとこかと思ってたんですけど。いや違う、え、ここ俺は今年ソフトバンクが勝ったのは、はい、投手陣で勝ったと思ってるわけ。はい、その若い選手の投手を使い、はい、つないでつないで、うん、でもういろいろにつないで、うん、森につないでって、うん、それを受けてきたのが甲斐なんだよ。甲斐、はい、がやっぱピッチャーのいいところを引き出してるんだよ、うん、でチーム防御率が2点台だよ、2.92 かな、すごい2点台なんだよ、うん、でそれを引き出してきてピッチャーのいいところを、
で引き出すっていうのはあそこは特殊ボールを持ってるピッチャーが多いから、はい、例えば千賀のフォークだとか、うん、石川のこの縦割れのカーブだとか、うん、あれをやっぱ勝負どころ来い低めに来いよって言ってるのを全部止めてるのも甲斐なんだ、はい、で高谷との併用の時があったけど、うんうん、併用の時があったけどやっぱり高谷が怪我してで甲斐一本になった時に甲斐がまた成長したよね。で日本シリーズ見たら、はい、ね、それ野手は、うん、自分がどうやって打つかっていうことを考える、どうやって守るかっていうことを考えればいいだけなんだけど、甲斐は相手のバッターをこのシリーズで殺すには、うん、インパクトをつけるにはどうしたらいいかっていうのを常に考えながらやってる、はいね、で4連勝した、うん、その4連勝の力の 70% は甲斐、俺は甲斐の力だったと思う。お昨年の経験もあるから、はい、ホームランも率は2割1分1厘かな、うん、ぐらいしか打ってない。ホームランは11本、はい、打点は33だけど、うん、この11本の中の価値あるホームランが何本あるか、この33点の中の価値ある打点が何点あるか、これは柳田も言ってた。ただよ、柳田も言ってた。田も言ってた、はい、僕が取れなかったら、はい、僕がいなかったら、うん、僕じゃなかったら甲斐でしょ。やっぱチームメイトがやっぱ認めてるんだよ、甲斐を。僕でも僕じゃなくて甲斐でしょではないんですね、そこは。いや僕じゃなかったら甲斐でしょ。一応柳田選手は柳田選手ありきの。いやまあその、ね、その言葉のニュアンスはさちょっとわからないんだけど、はい、俺はやっぱこうなんていうのかな、甲斐の存在を忘れてほしくないという。そうです、そのだってさ井口監督が言ってた、はい、ね、あそこのピッチャー打てないと、うんうん、でもなんとかフォアボールとか、はい、なんとかヒットを打ち、塁に出る、うん、走らそうかなと思ったら甲斐が止めてるって言うんだよ。甲斐がいるんですよって。大きいですね。大きいんだよ。だから有形無形の存在感を出してるのは甲斐なんだよ、はい、そのだからこうね、柳田選手とか、いや文句ないよ、文句ないですし、本当にいや見てる人誤解をしないで。あ、そうです、文句は全くない。その数字を現れてないところっていうことですよね。そうなんだよ。つまりだから結局はこういうふうにチームとか選手とかのこういう成績にしてるこのボトムのところで支えてるのは実は甲斐選手なんだよって、縁の下の力持ちじゃないですけれども、うん、だまあそれは見てる方もね、はい、分かってらっしゃると思うんだけど、はい、改めてこう言っときたいのよ。そうです、ね、やっぱ甲斐の存在を大きいです、ね、忘れないでって忘れないで甲斐の選手を。そう、 そうですよね。それはありますよね、うん、だから数字で見てしまうとこう派手な選手に行きがちですけれども、うん、そうじゃない部分で実はっていう。だからもしかして甲斐選手がなかったら、柳田がいなかったら優勝できない、はい、あ、もちろんもちろんそれはあると思いますよ、ね、はい、優勝できないし、うん、これ甲斐がいなかったら、うん、あれだけの投手陣だけど、はい、防御率は3点台になってるはずだよ。打たれてるっていうことですね、まあ、打たれてるし、もしかしたらね、うん、これはやってみなきゃわからないことなんだけどさ。そうですよね、うん、だから豊さん的な影の MVP っていうことですね。そうだね、甲斐選手は、うんうん、だから甲斐は俺日本シリーズも取れないし、うん、そうですよね、 MVP を、まあ、それは栗原の文句は全くないんだ、全くない、全くないんだけどでもその見えない部分まで見てくれて表彰してほしいなっていう、はい、じゃあもう豊さんこのチャンネルでもう勝手に上げちゃえばいいじゃないですか。もうそうだな、月々ちょっと貯金をしながらみんなでみんなでみんなで貯金しながら、ああ MVP をに、うん、上げると何かトロフィーを作って、まあ、トロフィーはいらないんじゃない。何、現金がいいですか。いや現金、財布とかさ。ちょっと待って、何で財布。いや、いい財布とか、いや、いい財布っていうのは縁起物だから。エルメスとかですか。あ、これでまた相当な毎月貯金ですよ。いや、なんで1万ずつでいいだろ。みんなだろ、みんなみんなから。お前もだから。私も毎月1万ずつですか。何からやりましょう、それ、ね、だったら。いや、それで、うん、このチャンネルで、ね、ま、来年ももっと活躍して、うん、この財布がパンパンになるようにみたいな。そうですね、そしたらなんかパンパンになってるかも。いや、言われなくてももう、ね、なってますね、はい、はい。